はい、こんにちは。シウマ TV へようこそ。本日は9月20日、彼岸の入りですね。岡山、ここ吉備中央町は先ほどから雨が降り出しました。この3連休はあんまりいい天気にならないみたいですね。あと台風の影響もありそうなんで、本当に自然災害にはご注意ください。私も注意します。さて本日はですね、宇宙戦艦ヤマト2205妄想考察、そしてまあ現状ですね、2202が終わった時点でどういう状況なのかということを地球連邦側から考えてみたいと思います。まず地球連邦政府っていうのは、まあ、各民族には自治が与えられているんだと思います。で、描写から見ると一応地球連邦政府の首都っていうのは広島の海沿い、呉よりちょっと岡山寄りの辺だと考えられますね。まあ宇宙戦艦ヤマトのコスモリバースシステムを持って帰ったということで、まあ日本の広島が首都になっても十分理由にはなるとは思いますね。で次にですね、地球連邦防衛軍もう決して一枚岩ではないと思われます。まあガミラスほど表立った対立はないと思うんですが、まあまず大和計画派と出雲計画派、だから出雲計画派は G 計画に行ってるんですかね。ですからそこの対立軸があると思います。あと国民投票、まあ詳しい投票結果は出ませんでしたけど、まあそれも出す必要はないんですけど、古代ユキ救出作戦実行か、まあ、無視して時間断層を優先するべきかというのはおそらくね、これは地球を二分した道路になってて、その禍根っていうのは結構残ってるんじゃないかなと思います。あといかにもまあ芹沢についてはラストシーンで非常にあの涙で皆さんの印象が変わったみたいですけど、ガミラスとの密約的なことをしてる地球連邦政府の高官というのは必ずおると思いますね。であと地球の状況としましては、ガミラスとは軍事同盟を結んでいるっていうのは確かですよね。でその軍事同盟っていうのは日米安保よりももっと強固なものです。あともうちょっと対等になるんですかね。まあ、それはガトランティス戦役での連合艦隊を組むっていうこともありますし、銀河の活躍等を見ましても、非常に深い軍事同盟だと思います。ですからちょっとね、ですからもうガミラス星が攻撃を受けたらもう無条件に地球側は戦闘開始って形になる、そういう条約だと思いますね。もちろん逆もそうです。ですから今回、まあ、地球存亡をかけてガミラス軍が連合艦隊を組んで多数の犠牲出しながら戦ったんじゃないかなと考えてます。そしてあと植民地の割譲ですね。もうガミラスの方もまあガミラスにしても地球にしても両方大きい対戦を短い間に2回繰り返してますから、機械の方についてはまあ時間断層がありましたんで補充できるんですけど、人的な補充ができてないっていうことで、おそらく地球側にもガミロイドの技術供与っていうのはあるのかなと思います。植民地割譲につきましても、おそらく人がいないエリアのまあ鉱山物質とかそういうエネルギーとかそういうものがあるところをおそらく割譲してるんじゃないかなと思います。ですからもうほとんどそうですね、今でいうどことどこの関係になるのかな、まあ日米安保のもっと親しい感じですかね。そんな感じになるんだと思います。まあ、自由貿易、あとまあ軍事的にも平等で、まあアメリカ本土にも日本の自衛隊の基地があるっていう。それぐらいもうほとんどまあ兄弟国みたいな形にでガミラスと地球連邦っていうのはあるのじゃないかなと思います。で地球の方も波動砲の技術供与を行ってますんで、あとまあガンビラスとの、さっき言った交換による密約、表に出てないものは次出してくるんじゃないかなと思います。あとガミラス、そしてガトランティスのクローン技術、ガトランティスの場合は組成体ですよね。ガミラスのクローン技術についてはもうすでに地球で、裏で実験されてるっていうのは明らかだと考えます。あとガトランティスの組成体の作成方法ですよね。斎藤はじめをあれだけ短時間で記憶もまんま同じにコピーできるっていう技術っていうのは非常に有効だと思いますので、もちろん生死の経験値を伴った人間がバッと生まれてくる形ですから、でそこの爆破機能とかいうのを削除した技術っていうのが開発されてるんじゃないかと思います。この辺はほんと地球連邦の闇になってくると思うんですけど、でそこで考えたのがガトランティスの組成体っていう技術を応用して加藤三郎の復活ですね。でこちらについては、三郎については全て、どこでやったと言いますと、我が子のために友軍を裏切って逮捕されて何でもするって言った時に、人体実験のモデルになってほしいっていうことで、それで提供したんじゃないかなということになるんです。そして気がついたら記憶は、あそこで捕まった時の記憶を全部持って加藤三郎は生き返りで、その後三郎とは名乗れず、親父さんのとこに行って、坊主ですもんね。でそちらに行って親父から「うちにはそういやもう一人お前は双子だった」っていう坊主さんに、親父さんですね、に言われてバレたらわしが坊主になってお詫びせにゃならんなっていう、佐渡先生のネタをやってもらって、今日からお前は四郎と名乗れって言って、加藤四郎復活で、何も言えない加藤四郎君は翼君と誠ちゃんの後ろ姿を見ながら戦いに明け暮れるという設定で、最終的には組成体でも愛せるっていう話が面白いんじゃないかなと。これは妄想ですからね。ですから地球もね、本当に一枚岩でないので、地球化をいろいろ考えていくのもありかなと思うんですよね。コメントにありました拡散波動砲技術はおそらくデスラ側にも、もちろんもうアンドロメダ級が伝わってるんであると思いますし、強烈な艦隊になる可能性もありますけども、もうガトランティスという大きな敵がなくなっちゃったんで、古代君はもう波動砲は封印してもいいんじゃないかという、その軍縮の話は出てくると思います。ここでまた一波乱あるのかな。ですから現状維持派と軍縮派、そこでいろいろ揉めてる時に、これじゃまずいぞっていう話になるっていうのもありなのかなという感じがします。本当にね、地球連邦についてはあんまり描写がないんでね、おそらくね、地球も本当にすっごい人数死んでると思うんで、軍事はもうほとんど壊滅状態でしょうから、でないとブラックアンドロメダっていう、そういうことにはならないんで。そうだよですね。あと AI の技術とガミロイドの関係ですね。その辺も重点になっていくのかなという感じがします。今日ね、本当に朝はね20度ぐらいまで下がりましたから、本当にもう秋仕様です。これで一応寒いです。なかなかね、日本人は寒いを着て仕事をするとはかどりますね。通気もいいですし、まあ当分こんな格好で動画の配信していこうと思いますんで、またよろしくお願いします。以上、新町 TV の動画をお送りしました。また次の動画でお会いできれば幸いです。そして、まだチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録と、いいねを押していただければと思います。それでは失礼いたします。